次48作品目ですね。男はつらいよ、虎次郎、紅の花。こちらはマドンナに浅丘ルリ子さん、そして後藤久美子さんご出演されています。後藤久美子さんはもちろん泉ちゃん役で、浅丘ルリ子さんはもちろんリリーさん役です。浅丘ルリ子さんこれで3回目のリリーさんとして3度目のご出演、そして後藤久美子さんは泉ちゃんとして5回目のご出演ですね。でこれこう一番最初に、まあ、ずっと男はつらいを見てきて、あの映画の本当の冒頭に松竹映画ってまず出て、富士山のが出て、パーパララ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 ンっていうのがあるんですよ、この辺の時期だと。で私この48作品目の富士山バックに松竹映画っていう文字で、あのそのまず出るじゃないですか。その48作品目のやつが一番好き。なんかめっちゃ綺麗なんですよ富士山が。最初富士山ちょっと霞がかってるんですけど、どん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 富士山にこうアップになってって、で富士山の白と青のコントラストもくっきりしていって、で最初こう雲がファサーってなってるんですけど、それもなんかサーって引いていく感じとかすごいかっこよくて、でも49作品目はなんかもっとちょっと CG っぽい感じになっちゃってて、この48作品目の冒頭のその松竹映画っていうタイトルコールじゃないけど、なんていうんですか、映画の配給会社の最初出るじゃないですか、48作品目ぐらいのリアルさのやつが一番好きですね。なんかちょっとこれ共感してくれる方いるかどうかわかんないんですけど、ちょっとそう思ったのでお話ししました。でこれまず泉ちゃんが、私もみんなも泉ちゃんと三男が結婚するものだと思ってたじゃないですか。でもねちょっとこの辺で三男がまたちょっとね違う女の子と恋愛しちゃうんですけど、でも初恋は泉ちゃんと三男が結婚するって思ってたのですが、なんと泉ちゃんがあの違う人と結婚するの、ママの紹介で、すごいいい人なの、それを三男に言いに来るの。で三男もさ、そこでさ止めればいいのにさ、へえそうなんだみたいな、おめでとう、本当はなんか自分に会いに来てくれたと思ってたのに、まさかそんな展開になるなんてっていう。で泉ちゃんもまあちゃんと伝えたし、三男さん何も言ってくれなかったしっていう感じでさ、その三男泉ちゃんの結婚式のなんかあの相手の人がなんかすごいさ、私親でも何でもないけどさ、なんかこんなとこお嫁行って大丈夫かなって、もうこれを見た誰もがそう思うような感じの演出でついてるんですけど、なんかもう心配だわ、苦労しそうだなみたいな。またその相手方の人たちが本当なんか柄が悪そうに見えるというかさ。ではまあそんな中三男が阻止しに来るんですよ、本当にあのあれみたいに卒業ばりにあんな感じの連れ去ったりとかはないですけど、でもまあそれでこう人の結婚をダメにしてしまったっていう気持ちと罪悪感とで、あの沖縄の奄美島にあの三男が船に乗っていくんですよ、なんか昇進で、はあ、どうとんでもないことしてしまったっていうので。でたまたま一緒に乗り合わせてたリリーさんが、なんかあの子大丈夫かしらみたいな感じでずっと思ってて、で自殺するんじゃないかしらって思って、こう奄美大島に着いた後もちょっと三男のことを気にかけてあげるの。でもそれがあの寅さんの甥っ子の三男だとは分かってないの、もう三男大きくなっちゃってるから。でもまあどっかで見たことある子だなとは多分思ってたんだと思うね。で三男が、あ自殺しちゃったのかっていうところで、ちょっとって言ってリリーさんが言ったら、ちょっと三男は用を足してただけだったんですけど、で
まあ2人仲良くなってうちにおいでみたいな感じになったら なぜか寅さんがいるっていう。本当にこの作品を見てると、まあよく道端でばったりとか旅先でばったりとか、ようそんなたくさんあるなって思うんですけど、やっぱ生きてる人生の中でそういうことって何回かありますよね。でしかも あの人どうしてるのかなとか、あの人いい人だったな、面白い人だったなって思う人にこそあったりとか、あとやっぱ家族にはたまたま同じ電車に乗ってたとか、たまたま行ったところに親もいたとか、本当にそういうことありますよね。なんかないよ、ありえないようであるなっていうところに、なんかやっぱね、まあそういう、でも日本全国だしな、男は辛いようだと、でもなんかそういう不思議なこともあるよなみたいな、なんかそういう縁みたいなものも思いますよね。ねえ、まあリリーさんとトラさんとまあ同棲みたいな感じで生活してて、でそこにミツオが来て、でこうミツオが泉ちゃんの結婚式を止めて台無しにしちゃったっていうことについて、トラさんとリリーさんと3人で話すときに、トラさんが、いや男っていうのはね引き際が肝心なんだよみたいなことを言うんですよ。もう自分も引いてばっかりだから、ずっと引いてばっかりだからそういうことを言うの。そしたらそれに対してリリーさんが、何言ってんだいって、そんなのねちっともかっこよくもなんともないよって言って、まあね、リリーさんがトラさんに対してこうバサッっていうこう反論する時の言い方の感じがね、私すごい好きなんですけど、その時にトンチキチンのおたんこなすだってんだよっていうのこうバーって言った後に、トンチキチンのおたんこなすだってんだよって、その言い方がね、なんか可愛いのにちゃんと怒ってるし、こうクサッと来るっていうか、なんかですね、それがすごい素敵でした。面白い、トンチキチンのおたんこなすね。でちょうど阪神淡路大震災の時期だったので、そういうのもちゃんと触れていて、こうトラさんが向こうでボランティアしてる映像がたまたまトラヤの、テレビで流れて、みんながあれみたいなシーンもあったりとかしてね、本当にこの48作品目を最後に渥美清さんお亡くなりになりましたが、本当に素晴らしい映画、これだけ続くにはやっぱり訳があるっていうか、本当に身にしみてそう思いました。もう一からずらっと一気に見て、うん、はい。